ご報告があります。実を言うと、YouTube で言ってなかったかな。札幌に戻ることに決めました。今月中に。一番の理由は、まあ、生活が苦しかったのももちろんなんだけど、家賃めっちゃ高かったから。それだけじゃなく、東京来てずっと夜のお仕事をしてたんだけど、ホステスと、まあ、クラブダンサーとかやってたけど、やっぱ体調、心身ともにしっかり壊しました。夜のお仕事しか自分にはできないと思って、ホステスっていう仕事をやってたわけだけど、もうね、夜職ダメだ、ほんと、崩壊する、何もかもが。生活リズムも崩壊してるし、実際現時点で。というか、なんかもうね、12時間ぐらい寝ないと本当に起きられなくなっちゃって、体がだるくて重くて、具合悪い。睡眠時間が短いと吐き気でも嗚咽しちゃうし。それも本当に良くないこと。時間ただでさえ無駄にしたっていう感覚が異常に強いのに、起きられないと一日の時間結局無駄になるわけだから、それもね、なんでか夜の仕事してそうなってしまったし、あとフラッシュバックが えぐいことになってしまいました。上京して、私の最新の動画でフラッシュバックによる絶望を綴ってる動画があるわけだけど、夜の世界にいると当たり前にきらびやかな世界だから、ホステスさんもみんな綺麗で若くてさ、スタイル良くて。で、まあ、お客様はもちろんお金持ってらっしゃる方が来るような場だから、なんか、自分がその環境にいることが、なんつったらいいんだろう。異空間にいるような感じ。ポツンと、こう、変な話、全く知らない世界にポツンと置き去りにされてるような感覚がずっとやっぱ抜けなくて、接客してても心の中ではもうズタズタにやられてる状態、ニコニコしてるけど表面上では、心の中ではもうボロボロに泣き崩れてる自分がいながら接客してました。あ、泣きそうだからちょっと待ってね。どこに行っても人がいるのは当たり前だけどさ、地球だから。なんかもう前の自分に本当に戻ってる。人を見ては苦しみ。だからといって一人だと孤独で、誰かといないと辛いっていう状況。だから、どこに行っても結局絶望がついてきて、苦しくてたまらんのだけど、生きていかないといけないし、そんなこと言ってられないんだけどさ。ってことで、札幌戻ったら、夜の仕事、やめるっていうか、夜の仕事はもうしないって一応誓ってます。とか言って、また自分で探してたりしたら、やば。その時はまあ、生活困難だと思って。っていうか、実際だけど、
夜の仕事っていうかさ、したらさ、締めで来てくれる人いるの？やすくん来てくれるっつってたけど、札幌で L の時に締めで来てくれてた。まあ、もともと私お客さんそんな持ってなかったし。札幌ではホステスはもうしないと誓って、仕事を探しますっていう、探しますというか、さらに報告したいことがあるんだけど、私札幌から上京するにあたり、札幌のモデル事務所に所属が決まってたのね、上京する直前。もう本当に素敵な社長さんっていうかにお会いして、一緒に仕事しようって言ってくださって、そのモデル事務所に入ってすぐだけどタレント事務所を受かって上京を決めちゃったんだけど、札幌戻ってくることあったらまた受け入れるからねって言ってくださってて、でもおこがましいなと思ってさ、札幌帰ること決めたはいいけど、なんかめっちゃおこがましいじゃん。せっかく私のことさ、受け入れてくださった事務所なのに、それ蹴って東京来てさ、結局東京来て何にもならんかったから、タレント事務所入っても。だから、なんかすごく連絡しづらいなって思ってたんだけど、こう、勇気振り絞ってというか、札幌戻ることになりましたって、もしよかったらまたお話お会いしてさせていただければって思います、覚えてらっしゃいますかみたいに連絡したらさ、札幌戻ってくるのって、全然また一緒にお仕事しようよって言ってくださって、はい、泣く。 めっちゃ優しくない？こう、なんかもう、なんかね、何言っていいか分かんない。 だからどんなお仕事いただけるかも正直分かんないし、多分オーディションとか受けて自分でその案件獲得するとかっていうようなお仕事だと思うから、こうすぐにさ、なんだろうな、収入につながるお仕事ではないのかもしれない。わかんない。話をちゃんと聞かないと。それでも、チャンスをいただけたっていうのが、すごく嬉しいなと思って。上京する直前もね、CM とかのオーディションみたいなとかもお話いただいてたんだけど、それも上京するにあたって、当たり前だけどさ、受けずに終わっちゃってるから。チャンスをいただいたからには形にしたいよね。東京ではまあやっぱり何もならんかったから、何もならんっていうか、まあ街録チャンネルはすごく大きな成果だけど。あともう一つ、なんか今日立て続けにすごく素敵な出会いがあったというか、YouTube で引きこもりを這い上げる仕事をされてる方々のチャンネルがあって、生き塾チャンネルさんっていうチャンネルなんだけど、その動画を見た時に、まあ、すごいこと仕事にされてるなと思って、てか自分もそれをやりたいから、正直引きこもりの方々を這い上げることね、それを仕事にしたいっていう思いもあるから、その生き塾チャンネルさんの動画見て、激励のメッセージっていうか、ダイレクトメッセージを送らせていただいたんだよ。そしたらまさかの返信来てさ。で、今日お電話いただいて、で、私の街録チャンネルのリンクも貼ってメッセージ送ったんだけど、それも見てくださって、で、今日さ、直接少しお話ししたんだけど、一緒にその引きこもりの方々を這い上げること一緒にしていかないかって言ってくださって、なんかこれもすごいご縁だなって思ったの。
ただ私札幌帰っちゃうのと、その池塾チャンネルさんの多分本社っていうかが愛知県にあるって書いてあったから、だからまあそこに私が行ってお仕事をするっていうことはちょっと難しいと思うけど、何かの縁でこれもつながって、私のこのさ過去の経歴がさ人のね、役に立ったら、また生きててよかったって思えるのかもしれないから、早く自分の経歴生かして何かしたいな。何かしたいなっていうか、これも一応活動の一つになってんのかもしれんけど、YouTube の発信っていうのも。でも、ごめんなさい。お金になってないからさ。リアルなこと言うと 引きこもり這い上げたいとか言ってるのに、お金になってないとか、めっちゃ めっちゃなんかね、まあ、これも人間味だと思って聞いといて。だって生活しないとさ、生活になんないと生きていけないから、やっぱり。ね。まあ、だから、とにかく自分の経歴が仕事につながるような何かが欲しいよなっていう状況。札幌帰ったら正直何するか分かんない。すぐに仕事決めなくていいって、まあ両親からは言われてるけど、まず体直したい、本当に。こんな元気に見えるでしょ。元気に見えると思うし、ダンス動画とか普通に撮るし、お酒飲みに行くし、元気は元気なんだけど、年齢も相まってか、あと体のメンテナンスっていうかしてないからさ、ボロボロなんよ、本当に。栄養も取ってないから、毎日ほんとね、言い訳がましいかもしれないけど、やっぱ摂食障害持ってたりもするけど、ほんと起きられなくて辛くて 吐き気とかもなんか伴っちゃうようになったから、生活のリズムをまずは取り戻したで、体が健康になって、まあまあ、そうだね。とりあえずは、心身ともの健康を取り戻したい。そして、婚活したい。結婚願望ないけど 結婚願望ないけど、事実婚の方の婚活したい。意味わかんないでしょ。事実婚でいいよって言ってくれる人を見つけるために、YouTube で動画作るかな。札幌のすすきのとか歩きながら、事実婚でいいよっていう方いませんかっつって。さあ、以上。はい、こんな感じの近況でした。また、なんか動きがあったらっていうか、まあ、ぼちぼち動画は配信します。そして TikTok ライブに移行しようと考えてる状況なので、今 TikTok ライブの事務所立ち上げた社長さんが TikTok ライブの、ね、ライバーになりませんか って声かけてくれてるのもあるので、17ライブはもう廃れすぎて、本当に。自分がリスナーさん獲得するようなことしてないからしょうがないんだけど、17ライブから TikTok ライブに移行したいという意図はありますので、もしそうなった場合は、17ライブから TikTok に切り替えてください。よろしくお願いします。YouTube ライブこの間初めてやって、初めて来てくださった方ありがとうございました。YouTube ライブ、私のチャンネルはまだね、投げ銭スパチャっていう設定ができないっぽいので、
大変申し訳ないんですけれども、一応配信も私仕事の一環としてやってるので、投げ銭全くいただけないと、他に時間を使いたいっていう思いになってしまうため、YouTube ライブはまたいつの日か できる日までお待ちください。ということで、今日も配信するつもり。居酒屋さんまた一人で行ってくる。ああ、もう配信本当にみんなに来てほしいんだけどな。YouTube こんなにさ、見てくださってる方いるのに、配信には本当に2、3人ポツンポツンポツンと来る感じだから。まあ、それでもありがたいんだけどね。じゃあ、以上。はい。また動画、次の動画までお待ちください。いつも視聴していただいて、あなたの人生の時間の無駄遣いをお疲れ様でした。ありがとうございました。バイバーイ。